図書館の図書の取り扱いは日常的には各学校の判断により行われているものでありますけれども、まあ、設置者である地方公共団体の教育委員会の判断により学校に対して具体的な指示を行うことは通常の権限の範囲内の行為であり法律上の問題点はありません。で、今回のケースは子どもたちが誤った解釈をする恐れもあるので教員と一緒に行う学習活動を大切にしたいとの、松江市教育委員会の考えに基づくものと、まあ、承知しており、学校に対して市教育委員会がそのような要請をしたことについて、特段の問題が あるというわけではありません。私の件は、まあ、今まで誰でも自由に読めて、まあ、戦争のことを学ぶ貴重な教材だったと思うんですけれども、まあ、それが突然、まあ、断絶できる描写であるとか日本軍はそんなひどいことをしてないとか、まあ、突然そういう一点を捉えてまあ、重要な教材が子どもたちが簡単に見れなくなってしまっているという状況について、そのことについてどういうふうに考えますか。これはですね、学校図書館というのは子どもの発達段階に応じた教育的配慮というのはこれは必要性がやっぱあると思うんですね。まあ、その中で個別具体の図書を取捨選択する、それから児童生徒が自由に閲覧できる状況を避けたりする等の判断をすると、まあ、いうことは私は教育委員会としては当然権限を持っていることだというふうに思いますし、まあ、ご指摘のような例えば一般的な表現の自由に反するとかですね、まあ、そういうことには当てはまらないと思います。はい、それを図書の取り扱いですね、学校図書館の図書の取り扱い、これは設置者である教育委員会の判断により学校に対して具体的な指示を行うということは通常の権限の範囲内だ、法令上問題はない。ですから松江市の教育委員会、教育長がそういうふうに判断されたということは合法的なことでありますから、それに対して文科省が指導するとかいうことはないと。で、それと同じように他の自治体がどう判断されるかどうかということについてはそれぞれの自治体の判断だということです。についてですね、私も確認をいたしましたが、これは教育上の発達段階において、適不適はあると思います。例えば一般社会におけるですね、大人が読む部分についてはこれは何ら規制すべきことではもちろんないというふうに思いますしですね、例
えば普通の市民図書館にあって、でそれをあの閲覧できる状況を規制するということがあってはならないというふうに思います。ただあの小中学校の図書館にですね設置をするということについては、それは発達段階において適切なのかどうかということについては、これはあの非常にこの判断によるところだというふうに思いますね。ですから私はあの松江市の教育長がそのように判断をされたということは、これはあの法的に問題がないことですし、それは一つの考えだというふうに思います。まあ、どういう経緯があったかは承知しておりませんので、ちょっと議論その経緯についてはちょっとコメントできる立場では現在のところはありません。はい、それは一つ判断でしょうね。私が言ったのはその大人も見られないようにすることについては、それはあのいかがなものかという話で申し上げました。はい、関連なのか、今日のその、まあ、会社の自身が確認をされて事務的にもあるというあり得るというところは、まあ、裸足の件の、まあ、場面とか具体的にその指摘されているところについて私も確認しましたが、果たして小中学生がそれを正しく理解できるのかどうかということについては、必ずしも教育上好ましくないのではないかと考える人が出てくるのは あり得る話だというふうに思います。はい、言われていることはその通りだと思いますが、だからといって個別具体的なところで相当その露骨なですね、子どもの発達段階においていかがなものかっていうのも入れていいというふうにはならないと思いますね。やっぱりそれぞれにおける教育上の配慮というのは私はあるべきだと思います。